ドイツ、ハルバーシュタットの西部キャルディ協会オルガン、アスルスプは、ジョン・ケージが作曲したオルガン、またはピアノのための楽曲である。世界最長の演奏時間を持つ作品の一つ。ピアノ版の代表的な演奏時間は、20分から70分である。2001年から、ドイツ、ハルバーシュタットのブキャルディ廃協会で639年。 以上のの期間をかけるオルガン版の演奏が始まった。この作品は1985年、創造と舞台芸術のためのメリーランド夏季講習会主催のピアノコンクールにおける現代曲部門課題曲として作曲されたアスルスプを開作する形で1987年にオルガン曲に編曲された。この作品は刑事の他の作品同様、 開かれた形式が採用されており、よって演奏時間は奏者に任されている。すなわち無限に演奏することも可能であるし、逆に5分もかけず終えることも可能である。楽譜は約8ページで構成される。2008年のアルツェホフェスティバルにおいて、ジョードルーによって24時間にわたる作品の演奏が行われた。この時ドルーはすでに9時間、12時間の演奏を行っており、 今後48時間にわたる演奏も計画している。2009年2月5日、タウソン大学ハロルド・ジェイカ・プランホールにおいて、ダイアン・ルッチェスにより、計14時間56分にわたって演奏された。また、2012年9月5日には、アデレード大学にて行われた、ジョン・ケイジ・デイにおいて、スティーブン・ウィティントンにより、この作品の8時間版が演奏された。 作品の8つのセクションは1時間ずつ配分され、それぞれのイベントは1分間のセグメントに分割されている。この演奏では8つのうち7つのセクションが演奏され、1つのセクションが省略された代わりに1つのセクションが繰り返された。オルガンのレジストレーション変更はチャンスオペレーションにより決定された。楽器を動かすフィグオルガン本体1997年に、 ドイツのトロッシングゲーム音楽大学で、オルガン科教授のクリストフ・ボースシェルトなどの音楽家や哲学者の会議によって、刑事のこの作品の演奏指示の意味が議論され、オルガンにおいては事実上、時間無制限で演奏できるとされた。そして、639年にわたって、作品を演奏するプロジェクトが浮上した。 時間無制限の演奏といってもパイプオルガンの寿命は無限ではないことから実際的な演奏期間はハルバーシュタットの教会に常設のオルガンが設置された1361年からこの企画が提案された2000年までに相当する639年とされた。これはジェム・ファイナーのロングプレイヤーの1000年に次ぐものである。 この作品の演奏のために特別に制作されたオルガンは最終的に2009年に完成した。ブキャルディ教会の右側廊にあり、左側に不意号を持っている。写真ではパイプは3本だが曲の箇所によって本数は変わる。2005年に1月から5月の間は6本のパイプを持っていた。楽器の音が絶えず聞こえているため、普段は音量を減らすためにアクリルガラスの箱に、 収められている。演奏は2001年9月5日に開始された。2003年2月5日までは持続的な給付のため無音であり、最初の和音はその後2005年7月5日まで演奏された。その響きは専用ウェブサイトで生中継されリアルタイムで聴くことができたが、2013年12月、現在リアルタイム中継は行われていない。 パイプが音を発し続けるために、不意後によって一定の空気が供給され続けており、演奏終了は2640年9月5日を予定している。この作品は、刑事の89歳の誕生日である2001年9月5日に演奏が開始され、最初の17ヶ月間は休符であり、最初の音が鳴らされたのは2003年2月5日である。 音の追加や変更は以下の日程で行われる。ありがとうございます。